81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. Jam the planet. News to the table.J-WAVE JAM THE PLANET 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。 今夜は米中首脳会談、そして日中首脳会談について、中国情勢に詳しい拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺います。富坂さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、いろいろ駆け引きが様々続いているなという、習近平氏、あ、そうきたかという台湾情勢の話であったりとか、今日は富坂さんに伺いたいことがたくさんあります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは米中ですが、米中首脳会談、1年ぶりの首脳会談、サンフランシスコ、昼食を挟んでおよそ4時間にわたって行われました。成果をどう見るかですね。いかがですか？多分ですね、その会談の後に、外交部の報道官が、その成果について、あれをしてて、かなり大きな成果があったという、中国側はそういう評価をしてるんですが、実のところですね、これまで米中の間で問題だったのは、こういうその会談の時に交わされる会話と実際に行われることが違うということで、中国側はストレスを抱えてきて、でずっとですね、言行不一致だって言って、バイデン政権のことを非難してきましたので、実際のところこの成果が本当にそうなるのかどうかっていうのは、実は今後の経過を見ないとわからないと。ただし一応その、緊張緩和へ向かう兆しの、サインは出すことができたというような感じの受け止め方をしてますね。そうですか。いや、そうですね。そういう意味で言うと、これだけ今世界が分断していて、直接対話の機会というのが減ってきている中、米中があった、大統領と習近平氏があったというのは大きいと思います。ただこれも富坂さんだからこそお伺いしたいなと思ったのは、はい、バイデン政権も、大統領選も控えていますし、どこまでこう交渉相手として正面から取り組んでいるのかっていうのも若干気になるところではあります。このあたりはどうですか？はい、実はですね、今回記事が発表されて、中国側の発表で、人民日報とかだけ読んでるとちょっと、はい、面白い特徴がありまして、それはですね、習近平氏がこう語りましたって言った後に、必ずですね、バイデン氏はこういうふうに答えましたっていうのが普通出るんですよね。今回はですね、バイデン氏のところないんですよ。習近平がこう言いましたっていうので終わってるんですよね。その特に第一歩がですね、だからそのバイデン政権の言ったことの解釈を中国側が解釈として出すということは、今回そのとりあえず今のところあんましてないみたいなんですよ。それはですね、やはりなんか身内の中で話はしたけども、その中国側がこう出したいものっていうのはある程度出してないのかなという感じは受けますね。なるほど。そういった意味で、どうぞ。ご指摘のようにですね、実はこれからその大統領選挙の本格的な期日に入っていきますと、中国サンドバックになりますので、堀さんおっしゃった通りに、結構そのなんていうんですかね、今日優しい顔をしてても明日は、そうとは限らないというのが入ってきますし、例えばこの間もその米中が歩み寄ろうとすると、その気球一発で吹っ飛ぶみたいなですね、だからそういう問題がたくさんあるので、先は読めないし、だから実は中国としてはですね、寒い冬に備えて厚手のダウンを取りに来たみたいなところもあるわけですね。ね、洋服ダンスに、そしてどれぐらいのものが入ってたんだっけなってこう確認するようなそうですね、そういう意味で言うと、台湾の問題に関しては、その台湾の武装というのを手伝わないでほしいというようなお話であったりとか、我々としてはその平和的な、その共存というか、一つの中国化というのを目指しているんだという趣旨のことが発言されたと、このあたりはどうご覧になってますか？これはですね、これまで散々中国が言ってきたことで、で今回のその会談の特徴の一つとして、深く説明するっていうことを2回言ってるんですよね。でこれはちょっと珍しい話で、だから散々言ってきたけどもう一回言いますよみたいな表現をしてる。またその台湾問題もそういうような扱いになっている。でそれがですね、だからもう根本のところで、我々共存していくの、それともその敵対していくの、
ちゃんと要するに共存してこう、うん、舵切ろうよっていうのがこう、まあ、実は一番のベースにありましたんで、その時に、まあ、彼らが一番気にしてるのはやっぱり台湾問題なんですよということは強く打ち出してきてますね。実際にはまあアメリカもまあ大変この安全保障領域はうまくこう政治に取り組み、そして産業の中にも取り組んできた国ですから、はい、この台湾の問題がこのようなどっちつかずの状況で、まあ、外交のテーブルにいつも上がってくる、まあ、そしてまあどちらかというと緊張が続いているということを、まあ、ある意味伝え続けるということは、まあ、かなりまあ意図もあるのかなというのは引いた目線で見てみると、そこは富坂さんそういう目線でも合ってますか？もちろんです。だからそのなんていうかガードレールを作ろうと言ってアメリカ側も言ってるわけですから、はい、要するに、まあ、競争の中競争してもいいけどもはみ出ないようにガードレールを作ろう、ガードレールって台湾なんですよっていうことを言ってるわけですよね。だけど、まあ、アメリカ側がそれをその額面通り受け止めるかどうかっていうのは、まあ、ちょっとこれから見ていかないといけない。実はやっぱりその台湾に対する兵器 の売却なんていうのはこれは実はもうその両国が接近した、まあ、71年からの懸案ですから、で要するにやっぱり耳を貸してないわけですから、だからまあ今後もその問題はあり続けるという前提だけど、もう そこにもちゃんとガードレールはめてくれよというのが多分中国側の狙いということですね。当然そうなると日本はいつも踏み絵を踏む覚悟で臨まなきゃいけない両国間との、まあ、非常に難しい舵取りを迫られている国だと思いますけれども、本来は日中首脳会談、はい、このポイントどう見ていけばいいでしょうか？中国側から見た時の今の日中はですね、はい、まあ、日中というか日本の問題っていうのは長期戦にもう考えてると思いますね。それといわゆるそのアメリカの従属戦変数でいいのかということを盛んにメッセージとして出してるので、それに日本は結局そのいろんなことをいろんなところでやってる、例えばフィリピンでいろいろやったりとか、まあ、中国のいろいろところいろんなことをやるんですけども、結局日本の国益ってどこにあるんですかと、あなたは何がやりたいんですかっていう感じの対応に中国はなってきてますね。だからそれで要するにアメリカと話しつけちゃえば日本の話は終わるんですかっていうことでいいんですかという感じのメッセージを出し始めているので、それと同時にやっぱりそのアメリカとの関係はっきりするまでは日本との関係もはっきりしない、ならばそれが長期戦ですねという感じ の雰囲気になってきていることは間違いないですね。あなたたちは欧米人にはなれないんだというようなこう趣旨の発言を以前していてありましたよね。まあ、でも本当に、まあ、それはその通りだなと思いましたよ。それ本当に中国の今のストレスが上手に言葉になってるというか、ちょっと失礼な言い方してますけども、そういう感じですね。そういう意味で言うと今の日本国内には、まあ、かつてだったら、まあ、まさに二階さんの存在であったりとか、はい、そして外相だと林さんが外相にいた時にはさまざまな外交上の中国とのパイプをつながり、経済界との接点、そうしたものがこうパブリックな場でも語られるような状況でしたが、今日本の政界で中国とのつながりっていうことを感じさせるような交渉、の主役ってなかなか見えてこないじゃないですか。これはリスクなのか、 それともやはりどう見ればいいでしょうね。まあ、やっぱりその今はいろんな意味でその中国っていうのが、まあ、不人気ですから、だからその政治はもちろんのこと、メディアもそうですけども、その中国と距離を置くことがある意味その利益になっちゃってる、で経済界は本来そこで踏ん張らないといけないんですけども、まあ、昔のようにですね、独自のそのなんていうか考え方を持ったりとか大胆な行動する人って今いないですから、まあ、右へ習えてですから、アメリカ以上にですね、日本の方が今その一色にさっと流れちゃってるところはありますよね。そうなってくると、まあ、中国はどこをこう、どういうふうなそのところから取っかかり作ろうといってもちょっと難しい感じになっていることは間違いないと思います。まさに最後一言、中国はどういった10年、はい、20年、30年、50年後のアジア太平洋地域を作ろうとしているんでしょうか？これはですね、いわゆるその今回の会談でもちゃんと出してましたけど、いわゆる対立で、何かを作る、こう国際秩序を作っていくんじゃなくて、みんなで豊かになろうというその新しい打ち出し方をしてますので、そっちがどのぐらい世界を引きつけられるかというところで、結構これがその
まあ、対グローバルサウスとかですね、まあ、新興国に関しては走行しているというふうに彼ら見てますので、いや対立じゃなくてもみんなで対立やめてみんなでお金儲けだよというその中国式その外交っていうのがうまく機能してほしいと思ってると思いますね。富坂さんありがとうございました。どうもありがとうございます。今夜のニューストゥーザテーブル、米中首脳会談そして日中首脳会談について、拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺いました。 J-WAVE JAM THE PLANET